アンソニー・ラッセル・セラテリは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州ウッドブリッジ出身の元プロ野球選手、実業家。祖母が日本人の日系アメリカ人である。地元のニュージャージー州のオールドブリッジタウンシップにあるオールドブリッジ高等学校に在籍していた。この時は、身長が約150センチメートルしかなかった。当初は、 ボーリング部に所属していたが、その後野球部に入部した。高校卒業後、シートンホール大学に進学。この時には、身長は約180センチメートルあった。大学2年生の時に首相に就任した。大学卒業後は独立リーグである、フロンティアリーグのウィンディシティサンダーボルツと契約を結んだ。2006年は76試合に出場し、打率八十六 6本類打39打点を記録した。2007年2月にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。ルーキー級アイダホーホールズチュカーズで72試合に出場し、打率327、10本類打46打点を記録した。2008年は A 級ウィルミントンブルーソックスで110試合に出場し、打率238本類打 51打点を記録した。2009年は AA ウェルミントンで103試合に出場し、打率268、3本塁打、31打点を記録した。2010年は AA ウェルミントンで開幕を迎え、その後 AA q ノースウエストアーカンソーナチュラルズに昇格した。AA q では101試合に出場し、打率254、3本塁打。 39打点を記録した。2011年は A 級ノースウエストアーカンソーで129試合に出場し、リ9打率2829本塁打64打点を記録した。シーズン中にはテキサスリーグのオールスターゲームに選出されている。オフには球団の最優秀奏者を受賞。オフにはアリゾナフォールリーグに参加した。2012年は トリプル A 級オマハストームチェイサーズで115試合に出場し、打率299、17本塁打、66打点を記録した。2013年はトリプル A 級オマハで120試合に出場し、打率273、11本塁打、27打点を記録した。オフにフリーエージェントとなった。2014年に、 ニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングに招待選手として参加した。オーマー・キンタニーやと控えや主枠を争ったが敗れたため、開幕をトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えた。この年はトリプル A 級で93試合に出場し、打率279、5本類が40打点を記録した。 2014年12月12日に埼玉西部ライオンズと契約を結んだ。2015年、西部では内外野をこなすユーティリティープレイヤーとして期待されたが、わずか33試合で打率。183、0本類打、6打点と結果が残せず、10月2日に来期の契約を結ばないと発表された。10月8日に自由契約が公示された。 2015年11月16日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶとの報道が出たが2月3日に自身のツイッターで現役引退を表明した。西部から戦力外通告を受けた時点で引退を決断していたと報道された。現役引退後は2013年に設立した映像制作会社アーズイチプロダクションズの経営に専念する予定。当主 保守以外は、どこでも守れるユーティリティープレイヤーで、スイッチヒッターである。シーズンオフには、本業以外に、プロモーションビデオや、ミュージックビデオ制作が趣味で、2013年に、アーズ1プロダクションズという映像制作会社を、設立。これまで作られた映像は100本近くあるという。しかも、あまり役者も雇えないので、トセラテリ自身も、俳優として、数本出演している。 その映像は YouTube にも動画がアップされ、セラテリは野球をやめたらこのビジネスを成功させたいと語っていた。ありがとうございます。